FC 岐阜勝手に応援チャンネル。当初ちょっとあの急に私の手元にこういったものが、はいはい、先週ですかね、先々週ぐらい弟の結婚式で実家に帰ったんですけど、その時に、はい、今から13年前の J リーグの選手名鑑が出てきたので、ちょっと見てみよう、見てちょっといろいろ懐かしい気分に浸ろうじゃないかという。はい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 、じゃあ見ていきますか。はい、あ、柏レイソル、はい、桐畑選手が一発目にパンと出ましたね。若桐畑、積極的なプレースタイルは高評価。サテライトで、あ、まだ1年目ではないんだ。サテライトで最多出場を果たしており、トップデビューも近い。シジマール新ゴールキーパーコーチのもと、飛躍の年になるか。サッカー教室にコーチとして参加すれば、子供たちから一番笑いを取る。おお。ライバルだぞ。笑いを取る。え、選手メーカーってそんな笑いを取るとかって書いてある。プレースタイルとかね。そう、プレースタイルとかさ、確かに割と知りたい情報そこじゃん。確かに確かに。あ、何ですか。横浜 F マリノス2009年10番、はい、山瀬コーチ。ごめんなさい、わかんないです。そうだろうな、わかんないです。そうだろう、そんな ドヤ顔で言われてもわからないんですよ。我々、はい、恵庭南高等学校、はい、1回戦で負けた相手が山瀬浩二率いる北海高校。同級生ってことですか。同い年。同い年。はい、あ、ほー、まあ、俺は山瀬浩二の存在を知ってるけど、山瀬浩二は私の存在を知りません。、はい、それは知りません。まあ、しょうがないです、はい、だからこのチャンネルで届くまで言っていこうっていう、はい、ただ負けていると。負けて、あ、この方に負けたんですね、はい、ちょっとごめんなさい、このあのプロフィール、え、これプレーとかを紹介するやつだよね。そうです、そうです、はい、そうだよね、はい、選手名鑑ってさ、はい、このプレーが魅力ですみたいなさ、はいはい、そうですね、選手です、ね、さっきの桐畑選手は子供たちで一番笑いを取る、はい、笑いを取る、ちょっといいですか、のっけから、あの夫人の写真技術はプロ並みん、かっこ関係者と評判のブログは絶好調。だが2008年はボランチ起用や負傷で悩む時間も多かった。気持ち的に楽しくリラックスしてプレーしたい。2009年は自主トレを兼ねたグアム旅行で指導したい。楽しそうだな。1個目が、はい、1行目の文が奥さんの紹介になってるんだよ。あの料理研究家の奥さんですか。夫人の写真技術はプロ並みと。ああ、そっか、ね、で2009年は自主トレを兼ねたグアム旅行で。旅行旅行って言っちゃってんだよ。旅行って言っていいんかね。そこで指導していいんかねと。遠征とかではないんです ね、普通はさ、自主トレとかさ、あの数がさ、やってるやつがさあるじゃん。それこそ長州力とかのサイパンとかさ、はい、浜辺走るやつね、旅行ですから。もらってないですね、完全に。そうだね。で、あ、この時の、はい、横浜 F マリノスの10番が山瀬浩二で、16番があの弟の山瀬幸弘選手。兄弟で、兄弟でチームに。そうだそうだ。で、そうですね、弟の方のプロフィールは、はい、兄浩二とは正反対で着飾ることを好まない。ジャージにサンダルのペアは山瀬幸の代名詞となっており、髪型も常にナチュラル。ちょっと待って、ディスってません。どっちかはディスってますね。これ書いてるやついじってない。プレースタイルの情報欲しい気がしますけど。ジャージにサンダルのペアとか情報いる。コンビニ格好です。髪型ナチュラルってさ、パチンコエクスタイルじゃん。サンダルね。いや、多分ね、あのパチンカ気質だと思う。パチンカってそれファッション。ファッション、ファッションがパチンカなんだっけ。パチンカファッション分かりますから。確かにね、ジャージサンダルで髪ナチュラルだったらおっぱい取っちゃう。偏見すぎる。ああ、さあ今ね、あの清水エスパルスのページに来ておりますけども、はい、あ、現在 FC 岐阜にいる選手が本田さんですね。本田拓也選手、こちら。本田拓也選手、はい。2008年がルーキーイヤーだったんだ。あ、だから2年目。2年目ってことね。まあベテランなんですけどね。で、ルーキーイヤーの2008年は
開幕からレギュラーをつかんだが、中盤戦からはベンチに座ることが多くなった。長谷川監督の求める守備のタスクをもう一度消化し直して、再度のレギュラーダッシュにチャレンジするシーズンとなると。しっかりサッカーのこと書いてる。急にあのマリノスの時の崩れた感じがないよね。ないですね。ということで、だからまあ内容的には勝負の年だねっていう。今やもうね、38歳かな、結構なベテランですけどね。で、岐阜でバリバリでやってますからね。すごい。あ、4戦が新加入したんだ。懐かしい。いましたね、4戦めっちゃなんか点取ってたイメージあるわ。へえ。市川大輔ね、市川大輔とかめっちゃ好きだった。あ、へえ、そうなんですね。あ、ジュビロのゴールキーパーが川口義勝。あ、そっか。ね、元 FC 岐阜。あ、そうなんですね。そう、この人も18番フォワード前田遼一で、この年の得点王が前田です。確かに。あの、どういう書かれ方をしてたのか、シーズン前は。確かに。岩田のエースストライカーはこの男。おー、フォワードとして求められる資質を残らず備えていると言っても過言ではない。2008年は負傷に泣いたものの、名門復活のためには圧倒的な存在感を誇るこの男のゴール量産が不可欠と言えるだろう。おお、真面目に真面目。まあでもそれでね、あの、もうエースストライカーとして得点を取ったわけでしょ、うん、選手としての魅力が書かれてます ね。エースストライカーって言われてるからね。うん、やっぱまあ見る目間違ってなかったよね。ジュビロの人真面目に書いてます ね、 なんかね、めっちゃ真面目に書いてる。あ、ババさんが、あ、はいはいはい、ババケンジさんね、はい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 、はい、我々チャンネルにもあのゲストで出てくださったババさん、この時なんて書かれてるのか、はい、2008年は1年目から16試合に出場。すごい。出場することで課題だった守備力が向上し、戦える選手に成長した。2年目の今季は持ち味である攻撃面での力を発揮してブレイクすることに期待。お、内容では、あ、内股でアウトサイドキックが多いのが特徴。2年、あの、本田さんと幼馴染だから2年目ですよね。ね、そうだ、2年目。ただ、内股でアウトサイドキックが多いのが特徴っていうのは、どういうこと？内股で走ってんのかな。こう、なんか、姿勢軽いじりがあります。内股じゃないですね。内股でサイドキック多くねって。そういうこと？ちょっとね、1個気になったの、はい、この時、あの、ヴィッセルの10番がボッティ、はい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 、いました、いました。ボッティのところは、2008年は腰痛に悩まされながらも右ワイドの位置でポゼッションの向上に貢献、うん、弱点が少なく中盤ならどこでも起用可能で、あらゆる位置からスルーパスを通すと。おー、マナ息子ジョナサスは、ミニボッティと呼ばれるほどそっくりです。急に家族情報ぶち込む。あの、選手じゃねえんだよね。なんだ、夫人だったり息子だったり。じゃあ、この顔をちっちゃくしたら、ミニボッティって言われてる。かわいい。息子本人はどういう自覚があるのか分かんないよ。多分周りからのね、もしかしたらこれ陰口かも分かんないよ。いやいや、あれボッティそっくりじゃねっつって、ミニボッティじゃねっつって。偉大な方なんでしょ、だって。いや、すごい選手だよ。栄光あるものでしょ。すごい選手なんだけど、息子の愛称まで入れちゃう。ミニボッティミニボッティって嬉しかねえよな。